日産店は日産自動車の過去に存在した販売チャンネルの一つで日産の反射中最も長い歴史を持つ。日産の実社開発小型車がダットさんのみであった時代から存在していた販売系列であり、ダットさん乗用車とダットさん商用車を主力に、その後、プレジデント、フェアレディゼット、レパード、テラノ、セフィーロ、パルサーなど取扱い車種を拡大していった。 広告上では、ブルーバード販売会社と表記されていた。1990年代前半には、日産店のイメージキャラクターとして、トンネルズを起用したことがある。1999年4月、メーカーサイドによる国内に系列化への投廃合に伴い、日産、モーター店と統合して、日産、ブルーステージとなった。乗用車系の車種は、年現在も、 日産全店で販売されている。また、車体の車種は他社と併売されていた。セダンハッチバックスポーツカーステーションワゴン SUV、1ボックスミニバン商用車系、ライトバン1ボックスバントラックバス乗用車系、セダンスポーツカーステーションワゴン SUV1 ボックスミニバン商用車系、ライトバントラックバス自社開発車でも、大型のトラック、バスは日産ブランドであった。 なお、東海合以前からモーター店が存在しない地域ではその地域の日産店がモーター店扱いの車種を取り扱っていた。また、山梨県では1988年4月に山梨日産自動車が海の日産モーターに合併されて以来日産店が存在しなかったため、ブルーバードなどが海の日産モーターで取り扱われていた。ありがとうございます。